おはようございます。今日は9月の14日土曜日なんですが、大変ですよ。まあ、金曜日ってね、実は再生が少なくなりがちではあるんですが、昨日の動画の再生回数4万6000とこれまでで最も低いです。まあ、確かにサムネイルがちょっと適当に作っちゃったっていうのもあるしな。宮崎のミミツの回ですけれども、まあまた見てもらえることを期待しております。ここは、JR 四国じゃないや、伊予鉄道松山市駅。今日はいよいよ四国を抜けます。四国でかなりのんびりしました。これから渡った広島でも少しのんびりする予定なんですが、松山には結構何泊もしました。3泊ぐらいしましたんでね、少し名残惜しく感じます。私結構この街は好きなんですよ。この路面電車の鮮やかなオレンジ色がその印象を良くするのかもしれません。本日の行程をお伝えしますと、この松山から、少し移動して観光港港よりもう一度瀬戸内海に船で、今日の目的地はそこから船で途中呉を経由しつつ広島となっています。今乗っている路線、伊予鉄道の最高速度は60キロと遅く、あまり頼りがいのあるような路線には見えませんが、しかし四国初の鉄道路線として開業した、なかなか歴史のある区間です。松山市民の足としても使われていますが、もともとの目的は松山の玄関口高浜港、その港から松山市内へのアクセスに建設をされた路線だったようです。松山には結構たくさんの港があって、この間利用した三津浜港もその中の一つ、結構古くからある港のようですが、大型船はこれから私が向かっている松山観光港に接岸することになっているようです。バスにはお客さんは全然乗っていません。私しか乗っておりません。これほどお客さんが少ないから大丈夫なのかなと心配になってしまうんですが、まあ伊予鉄にそんな心配は無用だようでして、あ、もう船も待ってますけどね。これ広告見てびっくりしたんですが、松山高松間の高速バスなんと14分間隔、恐ろしいな、そんなことできるの。 JR 四国より利用する船は石崎飛線、今ちょうど広島からの高速船特急が到着したところのようです。私はそんな特急なんか乗るお金はありません。特急によるとね、7000円ぐらいかかるようですけど、こちら側に停まっている大型の自動車を積めるフェリー、まあ、こちらが普通列車相当でして2880円、学割でこの金額で、僕の大型のやつだと思ったんですけどこれだったみたい。随分小さくて頼りないように見えなくもありませんが、でもまあよく見てみれば客席が3階建て、結構充実した船です。この中に自動車もまあそれなりの数積める模様。ああ、かなりたくさん積んでいて利用の多いことが分かります。今日は土曜日。これで四国を去ります。この船そんなに大きくないように見えますが、まあ、結構ね車両の積載スペースが大きく、また客室もかなりいろんなところにあって、ここなんか一等客室って書いてあるんですけど、でも多分ね一等客室って書いてあるだけでこれは誰でも利用できるんだと思うんですよね。多分もともと一等としてあのグリーン車みたいな感じで使ってたのを、その取り扱いをやめて誰でも使えるようになったんだと思うんですが、お客さんの多くはリクライニングシートに集まっているようですが、まあ、これは常連でリクライニングが好みで座っているという方と、まあ、これ以外に座席がないのだと思い込んで座っている方といろいろいるようです。え、こんなタイプの座席もあったなと、びっくりされているような方もいました。出港して10分、また反対からの船が来ました。これも広島から来たやつなのかな。だとすると相当運航の本数があります。カーフェリーよりも高速船の便数の方が多く、1時間に1本程度、出張なんかで使う人も多いんでしょうね。ちょっと見えませんけどね、でもこの左側に島が連なっている様子はまあ割とお分かりいただけるんじゃないかなと思いますが、ちょっと霞んでますか。これも島並海道の全貌はここからでは見渡せませんが、しかし島と島を結ぶ橋の一部を見ることができます。この船の軌跡を見ていただくと分かるんですが、さっきまでまっすぐ行っていたのが急に進行方向左舷側にカーブをしました。それはですね、この後からやってきました特急船
広島行き、これが先行するわけですが、それを避けるためだと思います。船は追い越しは右側でやるんだそうで、またすれ違いも基本的に右側通行だそうですが、そうか、あの船が真横をスーッと行くのかなと思ったら、こんな斜めに抜けるんですか。あちらの方がビジネスマンなどにはよく利用されるようです。でもね、あの船は確かに早く広島まで、この船2時間40分、あちらは1時間少々で着いてしまいますけど、でもこのように甲板に出て瀬戸内の島々をのんびり眺めるとか、そういった使い方には向いておりませんので、まあ、いいんじゃないかな、それぞれの旅の楽しさがあってね。またあっちからも何か貨物船か分かりませんが大型の船が来ていて、まあ、それと衝突を避けるためにこちらも左へカーブしたのかもしれません。本当に船の通行量が多いんで、ここら辺は、まあ、東京湾とかとね、どっちが難しいのか分かりませんけど、いろいろ気を使うことが多いんでしょう。特にこの先渡っていく温度の瀬戸など海の難所として知られています。もう避けるものは避け終わったんで、この船もまた右折、元の方向に戻っているのが後ろの島の景色と船の、まあ、左側に映り込んでいる柱の部分と、これを比べていただければお分かりいただけるでしょう。避け終わったからまた元通りのルートに復帰しているわけですが、それもまたこの波の軌跡がよく表してくれます。こんなに海の上でね、ただ何も考えずに走ってるような気がするんですけど、さっきからこの船自体もね、小刻みに右に行ったり左に行ったりしていて、何も考えず行きゃいいというものではなさそうです。それはそうか。本船の前を横切った大型の貨物船と本船を追い抜いた特急船がぶつからないのかなとか、まあ、見ていて心配になるんですが、これお互いに同じ方向で交錯しているように見えるんですけど、まあ多分もう大丈夫なんでしょうね。あれはなんかかなりぶつかりそうに見えますけど、まあ遠近法、大丈夫大丈夫なのか、結構スレスレですれ違ったように見えましたけど、へえ、こんなことを瀬戸内海ではかなり頻繁にやってるんでしょう。あの大型船が回避行動を取ったのかどうか、ちょっとね、軌跡を見てみたんですが、どうもあの船はあまり避けたりはしていないようです。割と思うままに動いていたみたい。対してこの船を追い抜いていった特急は今左に曲がっています。この船、私の乗っている船は右に曲がっています。だからお互いにこの小さな船同士で大型の船を避けたのかもしれません。広島市も近づいてきました。まだかな、少なくとも向かい側の島は広島県に属しています。あの船は四万十川って書いてある、多分同じ共同運航の船で、あれは松山に向かうもの。奥では何かの養殖をしているのが見えますが、今温度の瀬戸が近づいてきています。この船も今大きく左に曲がっています。この先、この島の裏側に抜けて秋名台へ至るわけですが、向こうからも船が来ています。どうやってこの島の裏側に抜けるのかと、どこをどう見ても抜け道なんかなく完全に塞がっているように見えますが、実は塞がっていません。ここが、このわずかに隙間が空いている温度の瀬戸こそが、瀬戸内海で最も交通の、頻繁であり、また、危ないところとも言われております。あの船もまた高速船、ちょっとどこからどこへ行く船なのか分かりませんが、さっきすれ違ったあの船もまだあそこにおりまして、非常にこの辺りを通る船が多いことが分かります。海と海の間、幅が非常に狭く、一番狭いところで80メートルになっています。この船も今加速し始めたようですが、おそらく温度の瀬戸を通過するときには速度制限を受けるものと思います。もしかしてあれなのかな、なんか私の記憶ではああいう光景が温度の瀬戸っていう場所であったような気がするんですけど、あの狭いところをこの船が通るんだな。今見てください、これ右に曲がってるよ。あら、川にしか見えないんですけど海です。ここは本当に、それぞれの島同士を結ぶ橋としても重要なところで、また土地が狭いので、このようなループの橋でもって自動車は上り下りをします。あの大型トラックなんかもね、こんな風に行き交ってますけれど、物流の多いところ、しかし自動車も通るのは難しいだろうし、もちろん船が難しいのは言うまでもありません。この幅80メートルのわずかな海峡、海峡っていうのかな、この狭いところにですね、あんな風に小さな船がおりますけれど、あれはここの渡し船で、日本で一番安い渡し船だそうです。運賃は70円で、所要時間は3分、
片側に1席だけ止まっていて、まあ、いればお客さんが来次第随時出航するし、また反対側にお客さんが来たのが見えた場合すぐにそちらへ迎えに来てくれるそうです。それで70円は非常に安い。この橋も、あ、随分これは、あ、見応えのいい綺麗な橋ですね。これか。この温度のセットはもともとはどうも存在しなくて、開削をしたことによって船が円滑に通れるようになった。どうも平の清盛の時代、日宋貿易の時代に作られたのではないかという説があります。その時の伝説で、清盛が一日でここを開削してしまうために、一日でやったことにするためにというべきかな、沈んでしまった太陽を一度、西から引き上げてきて、そしてもう一度明るい時間に工事を終わらせたそうです。だったら普通に2日かけてやればいいんじゃないのかなと思いますが、一応そういうわけでここは1日で済んだ場所、そんな言い伝えもあるそうです。確かにそうでなければこんなところにはね、あの深さが足りないですから船が通れなくなっちゃうような気がします。何やら鳥もおります。わざわざ日に当たるところにいるんだな。なんか首を振りましたよ。なんかちょっと違うことを言いたかったのかもしれません。満潮時桁下 23.5 メートルと書いてあり、随分これ自動車こっち側にもね、ループの橋がありましたけど、通行には気を使いそうな場所です。観光地としてもこの温度は名高く、ただあまり観光客を受け入れるような施設はあまり見受けられませんね。いや、実はね、この船に乗る目的の半分ぐらいはこの温度の瀬戸をくぐることでしたので、まあここを見逃すわけにはいかなかったんですが、非常に珍しい体験をすることができました。そしてこちら側は広島県呉市、造船の町、また昔から続く軍港の町として知られます。海から日本海軍じゃなかった、間違い、あの海上自衛隊の、護衛艦というのかな、そういう大型の、戦艦のようなやつも見られるはずです。この船で温度の瀬戸を渡る間、反対側から来た船が合計これで3便目、平安時代からここにあったというのも納得、重要な通り道です。で、さっきから目の前に見えているこれですが、何なのかわからなかったんですが、製鉄所だそうです。八幡製鉄所とか行った時にあそこにありますよという話はしましたが、それ自体をしっかりと映すことはありませんでした。これは随分開放的にその仕組みがよく見えます。まあ、どこで何をやってるのか知識が足らずご紹介することはできませんが、でもすごいね、こう見るだけでもなかなか、あ、かっこいいわ、この船に乗ってよかったとやっぱり思います。あの船を見ると、到着した船から何かバケットに入れて今下ろすところ、あー、なんだろう、あれ土砂のように見えますけどね、鉄鉱石とかなのかなと思ったんですが、こんなによく見えるとは。どんどん積み出さなければいけません。次のすくい上げもすぐ始まるはずです。パナマ船籍、これね、パナマというのは船舶のなんかその税金が非常に固定資産税が安いかなんかで、船をどこの席にするか、それを考えるときは、まあ、パナマにしておけば間違いないそうです。それからダンピア丸とか、これまあ読めませんけども、この丸と書いてあるのはね、こうなんかね、こちら側は外国語で丸っていうのは日本の船の名前につける丸の名前ですが、なんでこんな変な名前になってるのかというと、日本の法律にですね、一応船の名前でなるべくだったらば丸という名前をつけてくださいということになっておりまして、つけなくてもいいんですけど、まあ、あれはその法律に従って丸をつけてるんですね。またバケットが来ましたよ。あそこでバラバラバラと何か落ちているのも見えます。船内放送もかかっています。もうじきこの船は呉港に着きます。この間小さい可愛いのも連れ違いましたが、ここにいる船はかなり大きく立派です。何かあった時は、まあ、あそこら辺に搭載されているものでこう発射してですね、ミサイルの一発ぐらいは撃てそうに見えますが、まあミサイル発射はできないかな、ちょっとあんま全然知識はないのでね、見てイメージだけで物を語っております。旧海軍時代より最も重要な港として、戦艦ヤマトもここにおりました。呉軍港、後ろから見れば自衛隊の、この船舶の後ろのところにですね、たなびくのが旭日旗です。
あの中心がちょっとずれている旭日旗を海上自衛隊ではその旗として使っておりまして、今でも日本の正式な旗の一つ。なんかねあれを見るとちょっとやばい旗なんじゃないかと思うこともありますが、日本では別に公的にそういった目的は特にありません。陸上自衛隊では旭日旗の使用はしておらず、現在は日の丸、日照旗ですが、海上自衛隊ではこれを見かけることが非常に多いのです。あれは空母だったのかな、そうみたいですね。あの上から戦闘機を飛び立たせて、多分そういう風な使い方をするんでしょう、あれは。ああ、なるほどね。初めて空母というものを見ました。でもどうもここで見る軍用船は、まあそこだけが止める場所ではないのかもしれませんが、全般的にそれほど多くはないように見えます。多分どっか潜水艦とかもねいると思うんですが、まあ外に出て行っているものもあるでしょうし、他に普通の民間用の船、これはドックに入っているのかな、それとも、まあ、ドックには入ってないか、何か整備を受けているところなんでしょうか。あれも大きいですが、こちらなどひときわ立派、大きくてやっと今フレームに収まりました。これで2つ並んでるんですね。丹沢と書いてあるから神奈川県のが関係があるのかな、なんだかちょっと親しみが持てます。やっぱり海の国だけありまして、私も詳しくはないんですけど、日本の造船技術というのは相当だそうです。外国の船を作ったりってことはそんなにはしてないみたいですけどね。でも船は国産のものが多いのかな。温度の瀬戸を越えてからここまではもう飽きることはありませんでした。この船に乗ること自体かなり質の高い広島県の観光をしていると思います。軍港の町呉は海上自衛隊関連の博物館も多くあります。こちらはなんだか忘れましたけども、あの現役で使っておりました潜水艦、あんなに大きいんですね。お隣は私も行ったことがあります、大和ミュージアム、戦艦大和のことを展示するミュージアムで、かなりの来訪者がいますが赤字での運営だそうです。中の質が相当高いからでしょうか。この呉港から広島駅、失礼、呉駅までは、まあ、歩いてもそれほど時間はかかりません。結構立地もいいんですね。だから呉で降りて、そこから JR 呉線に乗り広島駅へ向かうということも考えましたが、しかし、まあ、やっぱり、まあ、そっちの方がねちょっと安いんですけれども、この海から行った方が広島県らしさを感じられるかなと思い、広島まで、通して乗船することにします。ちょっと大和ミュージアムとか見学するお金もないですしね。ここに泊まっているこれも自衛隊の船なのかな、どうも Y なんとかとか書いてあるからね、そのように見えます。日の丸をはためかして何やらご用事でしょうか。今日は土曜日ですからね、いつもよりはちょっと自衛隊の人たちも数も少ないのかなという気がしますけど、どうでしょうか。月月火水木金金というあのカレンダーですが、まあ、そういうあの言い方をすることも、帝国海軍時代にはあったようですけど、今はもうお休みを結構みんなもらうんじゃないのかな。海上自衛隊の方から聞いた時なんかそんな話を聞いた気がします。ここから広島まで乗船という方もいるんでしょうか。何やら乗り場に行列ができています。前後自衛隊の船が押さえていますけど、多分ねあれは観光客用の船、軍艦巡りの船ですね。あの船に乗るにはまあまあなお金がかかるんだそうですが、あれも呉の名物、軍艦をすぐ目の前から、そして海の上より眺めることができるわけです。あれにお金がかかりますんで、だったらこの船に乗って望遠レンズで見りゃいいじゃないかと、そういうわけで私もこの船に乗ることにしたんですが、まあ、もっと近くで見るってのもね正直したい、まあ、これはまたお金のある時に改めてさせていただきたいと思います。これやっぱあの船がなんかおかしなことをしでかさないように前後に自衛隊の船がつくのかな。たまたまじゃないと思いますけどね。これはだとすると自衛隊の方もこれのおかげで土日も、まあ、多少のお仕事があるわけで忙しそうです。なんだかんだイージス艦とか空母とかそういったものは人気があります。いろいろ反戦とかね、あの反自衛隊という意見もありますけど、まあ、見た目としてあのかっこいいものであるというのは、まあ、間違いないんじゃないですかね。その点は私も同意しますよ。また今回私が乗っている船は古いものですが、新しい船も最近作られまして、あの船ちょっと乗ってみたかったんですけどね。あれは今から松山に向かう船、呉で待っていた方はあの船に乗って四国へ渡るようです。向こうからも気になる船が来ました。あれも自衛隊の船のようですが、
5202ってのはどういう船なのかな。下にこんな風にね穴が開いていて、双頭船、高速で動くことができる船です。ちょっと調べてみましょう。調べたところハリマーという名前で、音響測定艦、あの音響っていうのはね音楽の響きですけれども、なんか音を使って何かの警備をする船のようなんですが、何なんだそれは。ちょっと私全然調べたんですけどわからんのですが、あの船相当日本の防衛に役に立ってるみたいで、あの今ネットで調べたことなんですけど、海上自衛隊の人もあの船がどこで何をやってるのかよくわからないとか、中国軍があの船をなんか嫌っているとか、それからまあネットの本当ニュースをそのまま読んだだけなんですけど、あの船の発する音をですね、それをあのその船を特定するのに使うことができるらしいんですが、まあ、まるで、犯人の指紋を特定するようにね、そういったことをして、相手が何者なのか一発で明らかにする、そういった目的で配備をされている高性能な船のようです。珍しいもの見られたな、よかったよかった。いろんな船があるんですね。この間は、航空ショーで上に変なアンテナを乗っけた、大型の、飛行機も見ましたけど、多分いろんな船が出たり入ったりするんでしょうから、また次に呉に来る時もそれはそれで楽しみです。また今乗船しているこの船、商用丸ですが、神田ドック呉港、まあ、そこで作ったらしくてですね、多分この船が生まれたのはあそこなんでしょうね。もちろん軍艦の町でもありますが、そこで発達した造船業は民間船の部門でも広く活躍しています。海岸をずっと凝視していたら赤い列車が走っているのが見えました。あれが呉線、広島と呉の間を走る鉄道、非常にゆっくりです。あれを使えば広島の駅までまっすぐ運んでくれますので、広島駅まで行きたいんだったらこの船を呉で降りて呉線に乗り換えた方がいいでしょうね。またやっぱり軍港の町なんで、こういうねよくわからないものがいっぱいあるんですよね。こうトンネルが山の中に突き刺さっているのが1、2、こっちにもう1個ねさっきありましたよ、3つ並んでいるように見えましたけど、あれは呉線のトンネルではないはずですから、もともとからも何をやってたのか分かりませんが、まあ、こういうことは今日の夜一緒にお好み焼きを食べる約束をした藤原さんに教えてもらえるかもしれません。藤原さんなんと呉でねたまたま用事でおいでだったらしいんで手を振ってくれてたみたい。いやー残念だ、せっかくならねこっちからも映したかったんですけども、まあ、それだけ呉は見どころの多い港だということで、あの船もまた離島航路か何かかな、総統船というので来てますけれど、前も後ろも特に別がなく、とりあえず来た方向を反対側にそのままつければ OK、まあ、こういう形の船は、だいたい何度も何度も岸と岸を往来する、往来する渡し船のような運航をすることが多いようです。そんなのちょっと見ている間にもう船は山陽の大都会広島に向かっています。松山も大きな町でしたが、この広島にはもう勝りません。立派な眺め、高いビルがずらずら並んでいます。これもすごいな、今建設中のタワーマンションみたいなやつですかね。中国地方の中心都市、都として栄えています。原爆も落とされましたが見事に復活していて、原爆ドームとかそういったところで平和の祈りを伝えつつも、その名残など全くありません。太田川の三角州に形成をされた広島市、その人口は100万人、私はずっと全国第8番目の人口だと思っていたんですが、東京を除いた自治体の中で今全国10位だそうです。広島県の名物といえば皆さんもご存知牡蠣、栄養が不足している私はここで牡蠣を多少食べれば栄養バランスの改善になるのかなと少し期待するところです。海の美しさ、自然の素晴らしさ、そして様々な産業と大きな船の往来を楽しんだ瀬戸内海のクルーズ旅ももうそろそろ終わりです。でももう一度瀬戸内海で船に乗る機会がありますよ。いやもう何度かあるかな。今広島宇品港に着いたところです。この宇品港が発達していたことによって広島は明治時代非常に華々しい経歴を歩むことになりました。日清戦争の時、この広島は明治以降唯一そのような扱いを受けた都市として、首都の、まあ、臨時の首都としてですね取り扱われることになったのでした。それはこの広島が東京から伸びる鉄道の西の外れであるということと、この宇品港が十分に開発をされていたので、ここから兵隊を送り出すことが可能だったことなどが理由だそうですが、天皇陛下もこちらにおいでになって、帝国議会もここで開催される、
そのようななかなか類を見ない厚遇を受けたのです。これね、宇品港湾ビルってのがあって、なんか国鉄の機関区ってこういう形してるんですけど、この鉄道施設の跡なんじゃないのと違ったんですが、ただ古いだけでしたが、ここまでは昔国鉄の線路も伸びてまして、広島駅までつながっていました。今は伸びていません。広島までは路面電車での移動になります。離島航路もかなり充実していて、まあそれはそうですよね、特に宮島方面の、まあ、これは観光用の船ですが、この宇品からも出ております。あそこにずらっと並んでいる見事な眺めです。市内を走る広島電鉄の終点にもなってまして、結構多く止まってますが、見ると分かりますが5両もつながってまして、広島の路面電車非常に混むことが分かります。本当に車内もね、こんなに大きいですけど、これもまだ全体の半分。運賃は市内均一で180円と、まあ、広島の方がね、松山より長い距離乗りがちなんで、松山より割安と言えるかもしれません。着きました。ここ神谷町、そしてお隣の八丁堀、この辺りが広島で最もにぎわっているところです。この先橋が少し盛り上がっているところ、あの橋を渡って左側、あそこに原爆ドームもあります。いや、橋は渡らないかな。こちらストゴーの中にはポケモンセンター広島が入居していまして、ポケモンセンターは各店舗、その地区をですね、カタカナで表記することになるんですが、最初は広島に店舗がなかったんで問題ないんですけども、現在はこれがカタカナ表記なもので、まるでなんか原爆と関連するかのような、書き方になってしまっています。全然それとは関係ありませんが、広島長崎を原爆と関連付けて呼ぶときにはそれをカタカナで表記するのが一般的であることが知られています。大都会ですから、まあ、東京にあるようなものは大体何でも揃っています。遅い昼食はこの松屋、広島の松屋はね、プレミアム牛飯じゃなくて通常の牛飯でちょっと安いという印象があるんですけど、どうかな。あ、そうだな、やっぱ320円だ。前に見えるのが広島平和記念資料館です。この建物1955年に建てられたものですが、まあ、そこまでものすごく日本にある建物の中で古いわけでもないけど、もう重要文化財に指定されています。この間までは工事中でした。これね、工事した理由を調べたらば、あのこの本館の手前の、まあ、前座的な、前置き的な展示のところでほとんどの観光客見物人が、もう見るのに疲れてしまって、肝心の重要な展示をほとんど飛ばしてしまうというので、この本館について、しっかり見てもらいたい、そのようなわけで順路を変更する工事などをしたようでした。また展示の方法についてもいろいろと改められています。もともとここは広島市内中心部で様々なお店、施設などが並ぶところだったらしいのですが、原爆で全て跡形もなく消え去り、現在全て公園として整備されています。何でももともとここにあった道の形、それを一部残そうと、そのようなこともしているんだそうです。この道がそうなのかな。なんかね、歩いてたらたまたまの藤原さんが平和公園にいまして、それびっくりしたんですが、あの中も久々に見学しました。私ね、あれ実は今まで広島結構来てますけど、ちゃんと見学をしたのは多分1回しかないんじゃないかな。あの平和資料館ってすごい使えるんですよね、全部見てると。 あまりにも資料が膨大で、なんかそれをこう読み飛ばすようなあのものも特にないので、まあ、全部端から読むわけですけど、そうするとクタクタになります。で今日はですね、5時に入館をいたしまして、ちょっと遅かったんですが、あの出たのがあの6時で1時間だと、全然足りないわけですね。まあ、実際そうですね、やっぱり1時間経ってるけども、この平和資料館の、設定の見学時間は一応3時間ということになってるそうです。ただ実際には45分ぐらいしか大半の人は見学をしていないということが分かったので、なるべく主だったものを見てもらえるようにとの今回の工事だそうですが、あの展示の仕方も前とちょっと変わりましたかね。あの、広島の資料館も長崎の資料館も両方何回か見たことありますが、あの広島の方が、まあ、誤解を恐れずに言ってしまえば、あのいわゆるグロい展示が多いと、で長崎の方はまあ割とさらっとしてるみたいな、印象、まあ、それはみんなそうだったようですけど、この原爆資料館の中の、有名なもの、人形があってですね、みんなこう皮膚が剥がれたりとか全身やけどしたりとかして、こう手を伸ばしながら、広島の街中焼けた中を歩いていくという展示が、まずここに入ると最初にあったんですが、
これはあの私もちょっと聞いていた話だったんですけど、それがあの数十年前にここに設置されて、しばらくぶりに撤去されたということになったそうです。で結構それが物議を醸してですね、ヤフーニュースのトップでも、いやそれをなくすのはちょっと良くないだろうみたいなことがよく言われてたんですけども、それについてはまた、皆さんに明日もお話することになると思います。というのは今日全部見ていくことができませんでしたのでね、ある程度一部の箇所についてはあの見ることができましたが、後半はまた明日。先ほども言いましたように、この新しく綺麗に見えるこの建物ももう建ってから60年以上が経っている重要文化財。この建物自体が壊れないように免震構造とするための工事が行われているようです。ここの一つ一つの展示内容について具体的に解説することはしません。まあ皆さんもやっぱり日本の平和教育をお受けになっていると思いますので、原爆の投下の時広島市がどのような状況であったか、多くの方がもう十分ご存知でしょうし、またそうであるべきだと思っております。で、ただね、その展示の方法について全般的なことを言えば、そんなに、まあ、いわゆる広島の原爆資料館のもともと根ざしている、原爆の時に起こったことはありのまま伝える、特に悲惨なことも、包み隠さず伝えるというその方針自体はそんなに変わってなかったんじゃないかな。もともと有名だった、像人形に関しても、それがあまりにも、現実のものと、軽くなっているんじゃないか、もっと本当はひどい状況でしたよなんて、そういうふうなですね、当時被爆した人からの、意見なんかもあったそうで、それも踏まえて、そこに展示されているものを通じて、学び取ってほしいと、そのような考えからの撤去とも言われているようです。藤原さんに教えてもらって、ここに NHK の広島放送局なんですが、あのここに燃えているこの火は原爆の日、まあ、これは私こういうのがあるってのはね知ってまして、平和記念公園の あやまちゃんも繰り返しませんからと書いてあるところに、こういう火が燃えてるわけですけど、これはねもともと被爆された方の、形見として燃えていた火を福岡に持って帰った方、それをもう一度その福岡で燃えていた、絶やさないように、ずっと続いていたその原爆の火を、もう一度この広島に持ってきて燃やしているものなんだそうです。はい、おありがとうございます。これはですね、もう全部聞いたことをそのまま喋るだけなんですけど、まあ、ここに書いてある通りですね、この岩礁は広島城築城当時、江戸時代ちょっと前にここが海だったらしいんで、その時のものをここに残しているそうです。だからここが当時の岩場、まあ、カニとかがこの辺を歩いてたんじゃないかと思うんですが、まあ、今はこのような、まあ、広島ってのはもともと三角州によって生まれた土地で、そこを発達していったと、まあ、さっきもお話ししましたが、結構それを拡大していった歴史もあるんですね。ずいぶん拡大したんだな。しかしなんたってここから宇品の港まで路面電車で30分ぐらいかかりましたからね。今回の旅行では西銀の支店がなんか多く登場しますけど、これ今では使ってないそうですけどね、被爆建物の一つ、結構被爆した建物今でも残っておりますが、これが旧日銀広島支店です。これ茶色くなってんのは被爆して焼けたからですか？いやこれは普通に脱色したからだと思うよ。やっぱまあ、はい、うん、別に見た目はもうその当時の名残はそんなにはないんですかね、うん、なくはないんだろうけど、で色は変わってないと思う。ただに汚れとる、うん、上の方見たらわかるけど、結局黒いのが落ちとるということはあれは汚れやけんね。うん、そうですね。木造家屋ですとバラバラになりますが、鉄筋コンクリートだと、まあ、割としっかり残るようです。それも立っている場所によるんでしょうけどね、原爆ドームはあの通りになりましたが、それでも42名この中で亡くなったと書いてあります。写真撮るやつ中には入れるんだよね。前の方になります。後ろはの入り口と乗務員より乗り換え線にもお乗りください。この電車移動してます。欄干いうか橋ごとについてるんだけど、はい、あれは最近になってからにぎわいを取り戻すために広島駅から路面電車に乗って出発すると、最初に渡るこの橋、名前を忘れましたが、これは被爆建物というか、被爆した橋です。これはそれらしい形でね、いつも見ていて、あ、古めかしいからそうなんだろうな、なんとなく焼けたのか茶色くなっているのも見られます。ただこちらの円光橋というのも、もともと旧山陽道の道だったそうでして、このように新しくなっていますが、これもまた被爆した橋。大都市広島は本当に多くの橋がかかっていて、だからこそ被爆した橋というのも至る所に見ることができます。
まあ、すぐ近くにありまして、ここが広島駅の地下。これから藤原さんと一緒にお好み焼きを食べることになります。運が良ければおごってくれるかもしれません。で、藤原さんがですね、実際におごってくれるそうですね。これは嬉しい話ですが、もうすでにさっき、ね、宣言いただきましたんで、前菜までおごってもらいました。こちらはレバ刺し、レバ刺し風の刺身こんにゃくで、広島でも前に流行ったそうです。ソースなんで、もし足らんようでしたらかけてください。はい、ありがとうございます。僕はね、遠慮して安いやつを頼むつもりだったんですけど、結構いいやつを注文してもらいました。広島県の名物、牡蠣、先ほどご紹介しました。瀬戸内海はやっぱりいろんな栄養が豊富ですんで、それだけ牡蠣も膨らみがちです。藤原さんにもしっかり休むようにと言われました。明日は予算外として休憩したらどうだとも言われたんですが、あまりそれをやると視聴者の反応が悪くなるんじゃないかと心配で、疑心暗鬼になって休みたくても休むことができないというのも実際のところです。まあ、皆さんがね、たくさん再生していただければ予算が増えて快適な旅になりますので、まあ、ただいっぱい見てもらえさえすればいいだけのことなんですけれど、これはヘラで切ってヘラで食べなければいけません。憲法でそのように決まっています。そうしないと藤原さんに前箸で誰かが食べてた時に、藤原さんがうわこいつ箸で食べよるみたいなこと言ってどやされてましたからね。今からプロのお好み焼きのお食事が始まりますのでご覧ください。じゃあもう力の入り方が違います切り残しは許さない。そしてああなるほどね、僕はなんか四つ切りみたいにしちゃいましたけど、ああやって裁断するんだな。細かいところまでそばも切り尽くしました。このままいくん。ああそう、へえ、おこぼさない、全然こぼれない、すごい絶対真似できないな。サルクナルウェン、サミアメシャ、ハイジョコショウエ、オーニー、カイマノコエ、オーニー、マラカミ。